ではこれからジムで行うことのできる胸のトレーニングのやり方を紹介していきます。インクラインベンチプレスを行っていきます。このトレーニングでは胸の上部の筋肉や二の腕の筋肉を鍛える効果があります。女性の場合はここを鍛えることでデコルテラインが綺麗になります。まず椅子に座った状態で足の裏はべったり床につけます。で頭を椅子につけるように寝た状態から両手をまっすぐ伸ばしてバーを持ちます。まっすぐ自然に持ったところから拳を大体2個分ぐらい外に広げます。でこの時に親指を入れて握るより親指を抜いて握った方が胸への効果が高くなります。行っていくポジションが決まったらバーを服から外します。肘が内側に入らないように少し外に張った状態で胸を張りながらバーを胸の近くまで下ろしていきます。で胸すれすれのところまで下ろしたらそのままゆっくりバーを上げていきます。この下ろすときにしっかり胸を張って上げるときに張った胸を戻すイメージで押していきます。この時呼吸は下ろすときに息を吸います。吸って上げるときに吐きます。下ろすときに吸う方が胸を広げやすくなるので下ろすときに吸って上げるときに吐きます。はい、このトレーニングでは、呼吸を止めずにしっかり胸を張り肩甲骨を寄せながら行うのがポイントです。スミスマシンを使ってトレーニングをしていく際は安全を確保するために必ずセーフティーバーを適切な高さに設置してから行ってください。次の胸を鍛えるトレーニングはダンベルフライというトレーニングをしていきます。まず両手でダンベルを持ち椅子に浅く腰をかけます。そのまま仰向けで寝たら手を胸の上に伸ばします。この時顔の上だとダンベルが落ちてくる可能性があるので腕は胸の上で構えてください。軽く肘を曲げたら胸を少し張り肩甲骨を寄せた状態にしてから手を横に広げていきます。胸のこの辺りが伸びることを意識しながら行っていきます。胸の筋肉がしっかりと伸びてきたら腕を戻していきます。腕を開いてダンベルを下ろしているときに息を吸って戻していくときにゆっくり息を吐いていきます。呼吸が止まると胸を開いたときに腰が反る可能性があるのでしっかり呼吸を止めずにお腹にも少し力を入れた状態で行っていくのがポイントです。次にケーブルマシンを使った胸のトレーニングを紹介していきます。まず両手でグリップを握り足を揃えたまま手をおへその前まで持っていきます。自分の踏ん張りやすい足どちらでもいいので片足をアキレス腱をストレッチするときの幅ぐらいに広げます。で少し腰を落とすように膝を曲げます。肘を伸ばしておへその前で両手を添えます。肘を軽く曲げて胸を張った状態で肩の高さまで腕を広げていきます。あまり広げすぎると胸の筋肉が伸びすぎて10回続けられなくなってしまうので体のラインのところでしっかり止めたら元に戻していきます。腕を開くときにしっかり胸を張って戻すときに張った胸を戻していきます。ポイントはレバーを前に出すときに体ごと前に倒れないようにお腹に力を入れて下半身でしっかり踏ん張りましょう。次のトレーニングはマシンのトレーニングやダンベルの初心者用のトレーニングに慣れてきた方に挑戦してもらいたいトレーニングを紹介していきます。スミスマシンを使ってインクラインベンチプレスを行っていきましたが慣れてきた人用にはパワーラックを使ってフリーインクラインベンチプレスを行っていきます。やり方は先ほどのスミスマシンとほとんど同じで椅子に座ったら寝転んでいただいて胸を張り
肩甲骨を寄せた状態でバーを握ります。自然に握った位置から大体拳2個分ぐらい腕を開いてもらってバーを持ち上げます。この時胸の上まで持っていきましょう。先ほどのスミスマシンに比べるとバランスを取るのが難しいので、こちらのパワーラックの方でやるインクラインベンチプレスでは親指をしっかり入れてバランスが取れるように握ります。胸を張って肩甲骨を寄せた状態をキープしたまま、肘が内側に入らないように軽く張った状態で胸のところまでバーを下ろしていきます。スレスレのところまで下ろしたらゆっくりバーを上げていきます。この時のポイントとしては左右の高さが均等の状態で下ろしていくことと、常に胸を張って肩甲骨を寄せた状態をキープしたままやるところがポイントです。フリーウェイトトレーニングを一人で行う場合は安全性を確保するために必ずセーフティーバーを適切な高さに設定してください。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。フィス大阪では全店無料体験、出張パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニングを受け付けしております。概要欄のホームページをご覧ください。Twitter、インスタもフォローしていただけたら嬉しいです。すべて概要欄に貼っております。他の動画もぜひご覧ください。